おはようございます。きやみです。さあ今日はこちら、グライダーの方を紹介してみようということでですね、前々からリクエストはいただいていたんですけれども、というのもですね、僕の一番のこの航空業界との接点っていうんですかね、一番最初にパイロットとしてのキャリアを始めたのは、このグライダーということで、この動画の公開されている日、収録日からすると明日っていう表現なんですけれども、週末にかけてですね、同日と、グライダーの方の 教官としててて指導に行くっっいうのもあって今日は久しぶりのグライダーをちょっとだけいじっておこうかなということでこちらの機体をチョイスしてみましたということで今日もですね動画の方お付き合いください、えー、今日紹介するのがこちらのグライダーということになってきます、えー、もう一度外側の方ですね見るところからスタートしたいと思いますけれども 33という形で書いてありますが、この機体はアレキサンダー・シュライハーというドイツの会社の作っている最新の機体というところですね。新しい機体で AS33ME というタイプになってます。後ろに ME と入っているものですね。で、この機体はですね、いわゆる一般にですね、グライダーというと動力源のないものとしてですね、飛行機で引っ張り上げてもらったりとか、ワイヤーだったりとか、 最近はナイロン系のロープだったりするんですけれども、そういった紐をですね、ウィンチと呼ばれる、いわゆるその紐を高速で巻き取る装置っていうのと連結して、タコ上げの要領でですね、高速で巻き取るロープで推進力を得て上がっていく、そういったシステムの主に2パターンっていうのが代表例なんですけれども、この機体は胴体の中にですね、エンジンを搭載しているということで、 自力発光ができるタイプということになってきます厳密に言うとグライダーの中にも初級滑空機中級滑空機上級滑空機それから動力滑空機ということで4パターンあるんですけれどもそのうちの動力滑空機でなおかつ離陸もできるタイプということになってきますなのでこういった機体の場合は自分でエンジンを出してですね上空まで上がっていって途中でエンジンを止めて それ以降ですね、滑空、いわゆるグライダーならではのエンジンのない世界を楽しむことができるということになっています。それではコックピットの方に移って細かいところをもう少し見ていきましょう。コックピットの方は至ってシンプルな作りですね。それぞれのソー系統は後ほど紹介しようと思いますけれども、まずはですね、メインバッテリーというところで、このディスプレイの下の部分ですね、 赤色のボタンがマスターになっているので、ここをオンにします。そうすると、こういった形でデジタルディスプレイで表示されるということですね。こういったデジタルのディスプレイっていうのも、グライダー界隈では最近はですね、徐々に普及してきている、そういったものになっています。また、右側の方には、電子バリオというふうに呼びますけれども、いわゆる昇降系のデジタル版のものですね。こういったものがついていたりとか、 速度計、ここちらもデジタルになっていいるということうですね。あとは特筆すべきポイントとしてはこの下側のところエンジンコントロールがついているということも特にこのグライダーですね先ほど紹介したように動力源のついているグライダーとして珍しいところだと思いますということでまあざっとですねそれぞれの景気の見方だったりっていうところは 一般的な飛行機と大きく変わらないので、今回は紹介の方を割愛しておこうと思いますけれども、このモッドの情報としてですね、少しだけ補足しておくと、それぞれ、この電子ケーキですね、真ん中を押すとメニュー画面が出てきて、バックグラウンド、背景の色だったりとか、スピードユニット、速度を km パワーにするのか、は、ま、たまたノットにするのかというところ、あとは高度の単位ですね、ヒートでするのか、メートルでするのかっていうところで、 選択することができるということになっています。続けてですね、先に操作系統の紹介っていうところを先にしておこうと思うんですけれども、まず操縦桿ですね。これはですね、センターのところについている、こういった形のものがグライダーでは一般的にやっています。ちなみに、この操縦桿を右手で持って、左手で左側にある操作パネル。これはですね、 ダイブブレーキと呼ばれるものが青色のノブ、黒色のノブがフラップっていうことになっているんですけれども、皆さんご存知の通りでフラップの効果っていうところは一般的な飛行機と大差ないんですけれども、グライダーで特に注目するべきポイントとして、ここのダイブブレーキというものが出てきます。いわゆる飛行機でいうところのスポイラーのような形なんですけれども、この操作をするとですね、 翼のところにこういった抵抗板が出てくるということになります。この抵抗板の使う用途として、一般的に飛行機の場合は地面についてからスポイラーを使用するっていうのが一般的なんですけれども、グライダーの場合はアプローチのところ、特にファイナルに入ってからこのダイブブレーキを使用して抵抗を大きくしてあげてですね、効果率を増して着陸するっていうことで、 アプローチから着陸にかけて定常的に使うスピードブレーキということで、大きなのスポイラーとは使い方が違うというところがポイントですね。ということで、一連相打系統の説明が終わったところで、最後にエンジンの説明をしてみたいと思います。このエンジンの使い方としてはですね、まず、アクティベート・ディアクティベートということで、ここの赤いボタンを押すことで電源を入れることができます。 この電源を入れた状態からエクステンドリトラクトということでエンジンを機体の中から外に出すモードそれから逆に格納するということで今はしまわれた状態なのでこれをエクステンドの方に移動させるとこういった形で後ろのパネルが開いてエンジンが出てくるということですね近くで見るとこんな感じですこのエンジンを回すことによって 動力を得るということですね。で、逆に上空に行った後ですね、エンジンを止めて滑空する場合には大きな抵抗になるこのプロペラを胴体の中にしまうといった流れになってきます。またエンジンのかけ方としては、スロットルを少しですね、オープンにしてあげることで自動的にかかるというシステムで、逆にスロットルをカットオフするとエンジンが止まる仕様ということになっています。 ということで実際にですね、この後フライトの方をしてみましょう。まずはエンジンをですね、スロットルを少し上げてかけてあげます。そうすると外から見るとこういった形でエンジンが回り始めます。次にエンジンの出力を上げていってあげて離陸していくということになります。この時ですね、まず今は翼端を競っている状況なので水平に を持ってきてきあ,、ね、あとは規則がつくのを待ってそこから徐々にアップをとっていわゆる普通の飛行機と同じ上昇形態ですねこちらの方に入っていくということになりますちょっとラダーがピーキーな気がしますけれどもこういった形ですねということでこのまま上昇の方を続けていきましょうあということで上空の方にやってきました 十分に高度が稼げたところでエンジンの方をカットオフですね。そうするとメーターが徐々に下がっていって、外から見たときも、こういった形でプロペラが止まっている状態ということになってきます。この状態になったところで次は格納する必要があるので、この横のトグルスイッチをリトラクトのポジションですね。外側から見るとこういった形で先ほどまで出ていたプロペラがしまわれるということになってきます。 この後はですね、自由に空を滑空していくということですね。グライダーの飛び方っていうのは何パターンかあってですね、こういった平地では雲の下にできるサーマルと呼ばれる、いわゆる上昇気流ですね。それを捉えて飛ぶということで、雲の下で常にですね、旋回して上昇気流の中に留まるという飛び方であったりとか、 それ以外にも山岳風っていうので山の斜面をですね駆け上がった空気の流れによって一緒に持ち上げてもらうとかいろいろな飛び方があるということなんですけれどもどうでしょうフライトシミュレーターだとまだそこら辺の空力的なものっていうのがなかなか感じにくいのかなっていうところでこの先の改善というかですね向上っていうところに期待したいところなんですけれども 本来であれば雲の下などに取り付くとそういった上昇気流を得ることができるということですねちなみにこうしたグライダーっていうのは当然有視界飛行で飛ぶということで景気飛行できるようなそういった装置はついていないというのが基本ですので雲から離れて飛ぶっていうのも絶対ルールですね海外の動画などを見ているとかなり雲に接近しているような動画とかもありますけれども少なくとも日本の場合はですね ああいった形で雲の近くを飛ぶと航空法違反ということになるので、まあ、注意しながら飛ぶといった形ですねちなみに今はですねアメリカのハワイで飛んでるわけなんですけれどもこのグライダーの取り扱いっていうのは各国まちまちで国によっては自家用操縦士の資格が必要という場合もありますしある国ではスポーツライセンスというような形で国家資格ではないものの認定資格としてですね飛ばすことができたりっていうので それぞれ国の取り扱いっていうところもまちまちなのでそういった部分は気をつける必要があるというところですね。そうこうしている間ものんびりと飛んでいるんですけれどもやはりグライダーの中でもこの AS33 という機体はですね最近作られた機体で非常に性能がいいのでですねなかなか高度を下げることもなくですね飛べているんですけれども 機体によってですね、性能を表す指数として L/D グライダーの世界では滑空比と呼ばれたりしますけれども 1m 高度を失うのに対して何 m 前に飛ぶことができるかっていう数字があるんですけれどもこの数字がですね高いか低いかっていうところでグライダーの性能の良し悪しが決まってくるというところですね。 とということでですね今日の動画の方はこういった形でグライダーのベーシックな部分っていうのを紹介してみたいなということで撮影しているのでテクニック的な部分っていうのはまた改めて紹介していきたいなと思いますけれどもこういった形でグライダーの世界っていうのもですね徐々にフライトシミュレーターの中に入ってきているということで以前紹介したヘリコプターと合わせてですね盛り上がってくるっていうことを期待したいなというふうに思います ということで、最後ですね、着陸して終わろうと思うんですけれども、冒頭紹介したですね、ダイブブレーキ。この、翼上面に出てくるスピードブレーキですね。これを用いて、今、ちょうど滑走路に入ろうとしていますけれども、こういった形でアプローチしていくということですね。どうしても他の飛行機と違ってですね、グライダーの用途として、高性能に飛ばすっていうところで、通常の飛行形態で、 だいぶブレーキを使わずにアプローチするということは難しいぐらい滑空比がいいということであえてですねこういったスピードブレーキを使いながら降りていくという形になってきますちなみに最後ですね着陸の終盤にフレアをかける動作っていうのは飛行機と同じ動きっていうことになりますのでエンジンのついていない飛行機っていう位置づけて見ていただくのがいいのかなというふうに思います ということで、まあなかなかこのグライダーですね、アスファルトのランウェイに降りるっていうことも少ないんですけれども、最後どうにかタキシーウェイの方に抜けて、今日の動画の方を終わりにしていこうかなというふうに思います。さあということで、ちょっと最後中途半端な形になってしまいましたけれども、こういった形でグライダーのモード、アドオンというところが進化を重ねてきてですね、こういった形で十分飛ばして楽しめるところまではレベルが上がってきているということで紹介してみました。 あとは、このグライダーで楽しむ気象条件の再現ですね。そういったところがもう少し充実してくると、より一層楽しめるのではないかなということで、公式の方のサポートがまだまだ行き届かない部分はありますけれども、皆さんも興味持っていただければ、ぜひチャレンジしてみてください。ということで今日はですね、ちょっと長尺になりましたけれども、これぐらいで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。 I know, I'm full of self doubt. And to be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. Believe my inflated